いいと思います。これならきっと素晴らしい施設に生まれ変わりますよ。シェロカルテ殿というよろず屋のおかげだ。後ほど紹介させていただく。何から何まで本当にありがとうございます。私も決心がつきました。うん、サウナ古戦場を改築するのだ。今日は皆さんにご報告があります。先ほど店長と話し合い、ここを改築することになりました。改築ってのは一度取り壊して作り直すって意味か？生かせるものは残したいので、全体ではなく一部をですが、おおむねそういうことになります。ダメじゃ、そんな横暴わしは許さん。わしらを追い出そうって魂胆か？そうはいかん。そういうつもりでは、生まれ変わった後には皆さんにもぜひ足を運んでほしいと思っています。違う、お前さんの意見は住み慣れた故郷を出て行けと言っとるようなもんなんじゃ。ここはわしらの場所だ。どうせ今回の改築もブームってやらに乗っかっただけだろう。そうじゃそうじゃ、最初こそ客は来るかもしれんが、どうせすぐに飽きて客足は遠のく。そんな一時の流行り廃りでわしらの居場所を奪おうなんぞ、もってのほかじゃ。そうか、この御人たちはそうなることをずっと恐れていたのか。その気持ちはよくわかる。私も長年勤めた軍を追い出された時は不安でいっぱいだった。あなた方の言う通り、確かにブームに乗っかっていることは否定できません。ですがはっきり言って、このまま再建計画が頓挫すれば、ここもじきに経営が立ち行かなくなる。そうなれば、あなた方が大事にしているこの場所も必然的になくなってしまうのです。そんなのは脅しだ。改築反対。わしらはこのサウナを守る。違います。いや、同じことです。私はあなた方の場所を守りたいのです。そして店長も同じ思いです。矛盾していると思うかもしれませんが、守るために変える必要が発生することもあるのです。なぜなら時代は移り変わるのですから。変えられるところを変えていかなければ、ないがしろにされるだけです。そして時代に取り残され、衰退して滅亡するかもしれない。周防未踏で私はその一端を見た。ですから、そうならないよう、このサウナを守るために私は変えたいのです。ブームにだけ迎合するのではなく、誰も見捨てない場所にしたい。あなた方も含めて。だからどうか、未熟な私ではありますが、どうかお願いします。
そこまで言うならやってみろ。お前さんがわしらの意見を無視して強引に話を進めるような輩でないのはこれまでの行動で分かってら。天井を張り替えたり畳の導入を提案したりわしらにも良いものじゃった。そんな誠意を見せられたらわしらも誠意で答えんと恥ずかしいかもな。さっさと進めな、わしらの気が変わらねえうちに。はい、ありがとうございます。というわけでここは改築されることになりました。なんだって、サウナ古戦場を私に黙って、昔から続くこのサウナを私に黙って勝手なことをしてふざけるんじゃないよ。勝手っていうか店の自由だし。デリフォードさんはずっと一生懸命でした。ひどいことにはならないと思います。ええ、きっともっといいサウナになるわ。そんなの何の保証もないだろう。今のままがいいんだよ。ボニーきつく言ってやんないと。お店のことも考えましょうよ。ここはおばあさんの家じゃないし、他のお客さんも迷惑してますよ。誰が迷惑してるってんだい。私です。私たちあなたの横暴な態度にずっと我慢してたんですから。サウナの中からいつも外を監視して、ちょっと間違えただけで怒って、心も体も休まらないんです。あんたら誰がこの女湯のマナーを守ってきたと思ってんだい。おばあさん、長話を他のお客さんに吹っかけるのもマナー違反だと思うわ。水かけるのも良くないし、タオルマットを勝手に変えるのも良くないし。そこまで言うなら出てってやろうじゃないか。こんな場所こっちから願い下げだよ。ああ帰っちゃったし、心臓ずっとバクバクでした。でもちょっとかわいそうな気も。おばあさんもう来ないのかしら。とりあえず店長さんには報告しておきましょう。
同じお店とは思えない。みなさん、スオーミ島名物ロンシェロはいかがですか？リニューアル記念で特別に仕入れてきた品だよ。試しに飲んでみな。ロンシェロが売っているのか。まずはサウナだろう。上がってからいただくとしよう。こんなにお客さんが、夢のようだ。やはりデリフォードさんに依頼したのは大正解でした。実はお客が集まらなかったらと不安な気持ちもあったのですが、ひとまず肩の荷が下りました。お、いたいた、来たぜ。おっちゃん、団長殿、みんなよく来てくれた。なんだか少しお久しぶりですね。私たちも呼んでいただいてありがとうございます。おっちゃんならきっとうまくいくってオイラたち信じてたぜ。そう言われるとこそばゆいが、今は報われた気分だ。とはいえ全てはこれからだがな。さあ団長殿、生まれ変わったサウナ古戦場を紹介しよう。水着に着替えてくれ。ここは男女共用のスタジアムサウナだ。いろんな人の好みに対応しようと考えた結果、これにたどり着いた。おお、デリフォードよ、このサウナわらわは気に入ったぞ。天井が高くてしっかり明かりも確保されておる。わらわにとって理想的なサウナじゃ。エシオも一緒。明るくて広い、これなら平気。そうか、それを聞いて安心した。最上段にとっては天井が低くて暑い、最下段にとっては天井が高いために温度が低めで広々と感じられる。高さと低さを両立するヒントはシェロカルテ殿から教えられたのだ。サウナの入り口が1段目でなく7段あるうちの3段目にあるのですな。つまり上か下か行き先を選べると。ええ、暑さを求めるお年寄りに下から7段も登らせるのは苦ですから。もちろんハービンの方々も。これは画期的でありますね。一番下なら温度も低めで快適になるであります。良いサウナが見つかりましたな、お嬢様。利用者に優しいサウナです。このビヒトっていう植物の香り、とっても落ち着く。私これ好きだな。スパザブルーでマリッペ殿から仕入れ先を教えてもらったのだ。このビヒタは上質なものだそうだ。わー、
くて広い場所ですね。あの露天風呂もあります。ん？なんなこの椅子なんか変わってねえか。特にこだわった整い椅子だ。いろいろ考えた結果、木を組んで作られたこの椅子を選んだ。隙間があるから水はけは問題ない。木のぬくもりと背もたれのウェーブは座り心地抜群だぞ。俺とデリフォードで意見を出し合い、サウナにはその形状がベストだという結論に至った。サンダルフォンさんも協力してたんですか。椅子と露天風呂の間に桶が一つ置いてあるけど、何に使うんだ。置き忘れか。いいや、あの桶はあそこが定位置だ。客自らが湯船でお湯を汲んで使用後の椅子にかけるために使う。見知らぬ他人と共有するわけだから、衛生面を気にされる方にも配慮するべきであるからな。しかし、そのために用意されていると気づかなければ意味がないぞ。それはあなた方のような年長者が率先して黙ってやってみせればいいのです。マナーを守る常連の姿を見せれば、若者だってそれに習うでしょう。誰かがやってくれれば、あ、こうすればいいんだって自然に気づきますよね。桶を一つ置くことでマナーを促せるんですね。それは盲点でした。マナーというものは、守りやすいように環境が整備されていれば大抵の人は守ってくれるものです。逆にマナー違反が横行している場合、店の中がマナーを守りづらい環境になっている恐れがあります。初心者はただ知らないだけ。わざとマナー違反をしようというものは少ないはずですからね。そうか、わしらが手本。ん、見せてやるとするか。それにしても今日だけじゃなく、たまにはこうやって全てのエリアを男女混合で楽しむのもありではないか。ああ、わしも思っていた。サウナといえば裸のつもりだったが、水着でサウナってのも問題はねえな。なるほど、男女のスペースをたまに開放すれば多様な設定のサウナを作れて誰もが楽しめると。一向の余地がありますね。間違えて裸で入らないように工夫する必要がありますが。そんな間抜けなものはおらんじゃろ。そうですよ、考えすぎだと思います。ごもっとも。これだ、客も店員も意見を出し合い、より良いサウナにしていく。これが私の望んでいた形なんだ。なんじゃこりゃ。
何事だ。今の声ってもしかして。かあ、なんだいこのぬるいサウナは。風邪ひいちまうだろう。やっぱり主さん、このご婦人が例の。ご婦人、すみませんが、皆さんの迷惑になりますので、もう少しお静かにお願いいたします。誰だいあんたは。ご挨拶が遅れました。私はデリフォードと申します。ここの再建を依頼されたものでして。あんたの仕業だったのかい。よくもサウナ古戦場を。私は許さないよ。困ったな。話してみたかったが、これでは聞く耳を持ちそうにない。どうしたものか。もうやめねえか、ばあさん。いつまでもダダをこねるような年でもねえだろう。サウナ古戦場は生まれ変わった。見違えるほど良くなったの。それを素直に認めてもよいじゃろう。感謝こそする。恨む筋合いはない。本当はそんなことくらい分かっておるのじゃろう。バカ言うんじゃないよ。私はクソジジイどもとは違う。私の居場所は奪わせないよ。来てねえか。あ、もしやストーブの故障？でも新しくしたばっかりよね。見たところストーブに異常はない。デリフォード、外に出るし。他のみんなは団長がもう避難させてくれたし。ここにいたら死んじゃいますよ。早く私たちも出ましょう。すでに以前の男湯のサウナの温度を超えているようだ。ここまでやったってのにしぶとい連中だね。主さん、その物言い、この異常事態はまさかあなたが設定温度を。みんなお祭り気分で監視が緩かったからね。バックヤードでいじってやったのさ。さあ、もう耐えられないだろう。観念して出て行きな。やっていいことと悪いことがある。それにここに居座ってどうする。死んでしまうぞ。この程度で死ぬもんかい。独占して私のサウナだってことをあんたらに証明してやるよ。ここは責任者の一人として力尽くて連行すべきだろうが、相手は女性。なかなか難しい。勝手なことを言わないでください。ここは
みんなの居場所です。あなただけのものにはなりませんよ。メグ殿、落ち着くのだ。ここは粘り強く説得を。出しゃばってすみません、デリフォードさん。もうそれじゃきっとダメなんです。ここでこの人の考えを改めないと。生まれ変わったサウナ古戦場でもきっと同じことを繰り返します。メグの言う通りだわ。こんな卑怯なやり方をする人に屈することはできないもの。ここはみんなの場所ですからね。誰か一人のものにはできません。私たちもここに残ります。いや、この暑さでは危険すぎる。キコ殿、いや、キコ先生からも何か言ってくれないか。この人の横暴な態度にはずっと我慢ならなかったし、意地でもここから出ていかないし。キコ先生、この人はここで屈服させる必要がある。いい度胸じゃないか。屈服とは言ってくれるね。気に入ったよ。でもね。これならどうだい。あれは何ですか。ブロワーだ。しかも大きい。サウナではタオルと同じようにアウフグースで使用することがある。いかん、ここは私が盾に。これは女と女の戦いだよ。むさ苦しい男が邪魔するんじゃない。うわっ。敵は私たちが取るし。死んではいないのだが。さあ、残りはあんたらだ。どっちが先に根を上げるか勝負だよ。望むところだ。青木、違う、新サウナ古戦場は私たちが守る。この愚かな小娘どもが。ここは誰にも譲らないよ。屈しないわ。こんなもの。
ここは私が。もう観念するのだ。生き返ります。観念しろ。こんなもの。まだ大丈夫よ。これを使って。そっちがマナー違反。よりマシかな。のぼせそう。全部私が受け止めるわ。もう無理だよ。うひゃ、外涼しい。私たち耐え切りました。これでサウナはみんなのものですね。そうですよね。小娘ども、あたしの居場所はあんたらなんかに。往生際が悪いんじゃないかしら。正々堂々勝負した結果よ。彼女たちの言う通りだ。潔く諦めていただこう。あなたを見ていてわかった。あなたは新しいものに向き合うことを怖がっているのだろう。あなたは臆病なだけだ。より素敵なものになるかもしれないのに、負の側面ばかりを気にしている。しかし環境は常に変わるものだ。どうか変化を受け入れてほしい。でなければ置いてけぼりに。私も同じではないか。変化を受け入れられない私は怖がっているだけではないか。は、生意気言ってくれるよ。主殿。私に見せて。そこに寝かせるし。回復魔法をかけたし、これでちょっとは楽になるはず。誰か水を持ってきてほしいし。あんた医者だったのかい。サウナで無茶をすれば当然今みたいに命の危険があるし。気持ちよさは認めるけど。ええ、
ちょっと間違えば誰かが亡くなっていてもおかしくない状況でした。店長殿、危険行為を働く方はもはやお客様ではありません。あなたを出入り禁止といたします。出禁？本当はもっと早くこうするべきでした。サウナ古戦場の責任者として私が最初からしっかりしていれば。驚きだよボン、あんたがはっきりとそんなことを言うなんてね。もういいだろ母さん、これでもう終わりにしよう。俺の母さんなんだろ。うん。お前ら親子だったのかよ。なんと。あんたどうしてそのことを。ずっと黙っていたってのに。さてはジジイたち喋ったのかい。バカなことを言わねえさ。何も。死んだ親父が母さんと話しているのを何度か見たことがあったんだ。その会話の内容からもしかしてって。ずっと気づいてたけど言えなかった。母さんがそのことを隠したがってるように思えたから。言えるわけないよ。あんたを引き取らなかった私はあんたを捨てたのと同じだもの。そんな私でも息子のために何かできることはないかってこのサウナに通い続けてきたけど、あんたに迷惑をかけそうな客を見つけては注意してるうちにいつしか主なんて呼ばれちまって、あたし自身いつの間にか偉そうにしてたみたいだね。やだやだ、年は取りたくないもんだ。守るべき息子に迷惑をかけた挙句その息子から出禁を言い渡されたんだ。もう二度とここには来ないよ。デリフォードさん、私たち親子がお騒がせしてしまい本当に申し訳ありませんでした。サウナ古戦場が生まれ変わっても見ての通り私は責任者としてまだまだ未熟です。今後もアドバイザーとしていろいろと教えてください。よろしくお願いします。それならば私よりもふさわしい方がいるのでは。え、あなたのお母様です。ここに人手が必要ならば私の仕事は彼女に継いでもらいたい。え、主さんに。私は団長殿の気空団に所属している身だ。そう長くここでは働けない。え、でもこの人は、母は出入り禁止なのですが。それは客としての話でしょう。しかし店員ならば出禁の対象にはならないのでは。何を、そんなのヘリクスだろう。長いこと注意深くこの店を観察してきた経験や知識は役に立つのではないでしょうか。アドバイザーでなくとも下働きとして戦力になるはずだ。お年の割に体力も十分にある。母さんがこの店で。
もちろん決めるのは店長殿、あなたです。ほう、これはこれは。サウナ古戦場はいかがか。いかがも何もないよ。客はひっきりなしに来るけど、マナーがなってないのが多くてね。まったく、最近の客と来たら自分勝手で。主のばあちゃんがそれを言うのか。店長も人使いが荒いし、一体誰が育てたんだか。ああ忙しい忙しい。あははは、お店が順調そうでよかったです。何もいいことなんてあるもんかい。だけど私の目が黒いうちはこのサウナで好き勝手を。すいません、タオルが切れたみたいなんですけど。あ、はい、ただいま。申し訳ございませんね、すぐ補充いたしますから。おお、結構ちゃんと店員やってんだな。ええ、ちゃんと働いてますよ。店員という立場になってから気持ちが切り替わったのか、腰を低くして接客しています。そうか、きっと店長殿のお店を大切にしたいのだろうな。おかげさまで店も順調です。これで常連さんもご新規さんもみんなが楽しめるサウナになれそうです。やはり良いサウナですな。広々としながらも暑さはしっかりある。立場が人を作るとはよく言うものです。主と呼ばれた彼女も店員という立場になって変革を迎えたのでしょう。セバスチアン殿、立場が人をですか。私はこれまで立場から物事を考え行動するばかりでした。それは言い訳みたいなものです。例えば本当はこうしたいけどこういう立場だからこうするしかないといったふうに、意思ではなく、そんなふうに立場にすがっていたせいでサウナライターという不安定な立場を怖がっている始末です。立場とは素敵なものですよ。人間には柔軟性がありますから、立場によって人は成長できるのです。安定や不安定などまやかしでしょう。世の巡り合わせは自分の意思だけでは出会えない貴重なものですからね。もしあなたが自分の立場から物事を考えてばかりというなら、それだけ大切に考えている証拠ですよ。邪険にすることはない。これからも大切にされるといい。
おや、デリフォード殿。アルタイル殿、ガイゼンボーガ殿とガルマ殿も一緒か。奇遇だな。ん？キコラ、水着を着用しているのか？え？もちろんですが。まさか。ぬかった！またしてもパンツを忘れるとは！待たれよ！私が取ってくるので、どうかそれまで水風呂で。チャリオットジョークだ。見よ、ちゃんと履いておるわ。心臓に悪い。あ、デリフォードさんも外気浴ですか？私たちも今来たところよ。ティエちゃんがなかなか水風呂から上がらなかったんです。もう危ないですよ。いや別に無理してたわけじゃないし。キコ殿、サウナはいかがだろうか？聞くところによると、あれから何度か入っているようだが。サウナは調査中だし。調査中？あれからサウナに関する研究結果や報告書を集めてるけど、まだ結論は出ないし。まあ自分で入ってみたら気持ちいいのは分かったし、いい面は確かにありそう。そうか。いや、今はそれで十分である。ありがとう、ティコ殿。私からもお礼を言うし、こんなにリフレッシュできるなんてこれまで知らなかったし。皆も本当にありがとう。君たちがサウナを体験してくれたおかげで、私も良い記事が書けそうだ。ん？君らか。サンダルフォン殿、カシウス殿も一緒か。この後の食事のためだ。サウナは効率よく味覚を鋭敏にできる、合理的と判断した。そうであったな。ここのサウナの記事も書くつもりだが、サ飯のことも忘れてはならんな。でも仕事の話は後にするし、ここは外気浴スペースだし、こっちはもうリラックスしてるし。うんうん、やることは一つですよね。そうであったな。ではサンダルフォン殿とカシウス殿もご一緒に。よかった、皆がサウナを好きになってくれて、これで一安心だ。
心が落ち着くと背中のあたりに流れる血の音が聞こえてきた。体は椅子に沈み込む一方で不思議と軽くも感じられ、頭はクリアーになっていく。そうだ、この感覚は整った。こんなに気持ちいいんだ。幸せだし、悪くないものだな。この心地よさは解析が難しい。みんな整っているようだな。私も久しぶりの感覚だ。大いに味わうとしよう。当たるようだ。ロンシェロはもちろん、このカレーのコクは極上だ。あなた、来てくれたのか。返信がなかったから。手紙よりも先に着いてしまったみたいですね。この島は近いですから。そうだったな。駆けつけてくれて嬉しい限りだ。ん？今日は一人か。あの子はお母様たちが見てくださっているので心配いりませんよ。今日はゆっくり羽を伸ばしてほしい。サウナには入ったか？いいえ、今着いたばかりなので。初めてのサウナがあなたが作ったサウナになりますね。そうか、気恥ずかしいな。しかし私一人だけの力ではない。たくさんの仲間に支えられたおかげだ。もちろん家族にもだ。分かっています。お仕事お疲れ様でした。あ、ありがとう。あ、こんにちは。こんにちは皆さん。私はサウナに入ってくるので、また後ほど。一人で大丈夫か？男女共用のゾーンもあるから私も行こう。今上がったばかりでしょ。私なら大丈夫。女湯の方で気ままに過ごしますから。そうか、無理はするなよ。私はここで待っているからな。デリフォードさん、カレーはどうかしら。情熱的な辛さでしょ。うん、最高にうまい。サウナ上がりの敏感な舌に程よいスパイスがたまらない。ほう、それはいい。まずは俺もカレーからいただこう。あ、急げ。カシウスに食いつくされる前にオイラたちも注文しとかねえと。ほう、そうですね。
デリフォード、団長、サウナを楽しんだか？エシオも今上がったところだ。エシオ殿、ちょうどよかった。団長殿も聞いてほしい。私はライター業をこれからも続けようと思う。実はエシオ殿に以前もう辞めると宣言したのだが、私は自分の意思で続けたくなった。私はただ変化を恐れていただけなのだ。だがたとえ恐ろしいことがあろうと、その先を見てみたくなってしまった。その先？そこで何が見られる？そうだな、ちょうど今日皆がここのサウナを楽しんでいる様子がそれに当たると言えるだろう。私の仕事で皆が心地よくサウナを楽しめていることに大きな喜びとやりがいを感じたのだ。あの光景をまた作り出せるなら、私の恐れなどちっぽけなものだ。それどころか勇気すら湧いてくる。デリフォードから強い意志を感じる。その目、迷いを振り払った目だ。新たな啓示を受けたのだろう。ただサウナ作りはここまでだ。やりがいは大いに感じたが、本当に大変で疲れてしまった。私が続けるのはあくまでライター業。サウナを身近に感じられるような記事を書くことに専念しようと思う。それでいい。あとは進むだけだ。ただ風に吹かれろ。吹かれればまた啓示を受けられる。あ、私はただ風に吹かれよう。これからも迷いはするだろうが、サウナの旅に風と出会えるのだから。ありがとう。今回は取材なんかであちこちに送ってもらってしまったな。もちろんライターは副業であり、気空団ではバリバリ働くつもりだ。私のことも大いに頼ってほしい。エシオも頑張る。団長にはたくさん恩がある。エシオ殿も食事中だったか。ロンシェロはいかがか。ああ、これは美味しい。飲みやすくて、エシオ気に入った。では団長殿はジュースだな。乾杯しようではないか。といっても何に乾杯するべきか。サウナ古戦場じゃないか。おお、確かにその通りだ。ではサウナ古戦場の前途を祝して。乾杯。随分と賑やかですね。私もご一緒してよろしいでしょうか。我が輩も加わらせてもらおう。さあガルマも。やれやれ、悪くないサウナではあったがな。ではお三方も、せーの、乾杯。あ、なんか楽しそうなことしてる。私たちを誘わないのはありえないし。わらわと白卓も忘れてもらっては困るぞ。私もよろしいのでしょうか。もちろんだ。我らは友人同士ではないか。では
せーの、乾杯。なんか楽しそうじゃねえか。これからも整いだりさんの活躍を見られそうですね。まあこんな大きな仕事はそうそうねえだろうけどよ。ではサンダルフォン殿、カシウス殿、せーの、乾杯。あと乾杯していないのはシャルロッテ殿やメリッサベル殿か。どちらにいるだろうか。あの、失礼します。このサウナを再建した整いやりさんですか。そうだが、あなたは。サウナ古戦場最高です。すっかり見違えたというか、もうヘビロテしまくりです。おお、そうであったか。私はもうここを離れたが、今後ともこのサウナをよろしく頼む。あの、折り入って相談があって。なんか嫌な流れだな。自分、友人とサウナ砂箱っていう店を経営してるんです。でも今にも潰れそうで。お願いします、サウナ砂箱の再建に力を貸してください。え？いや、私は1階のライターで溜まっている記事も書かないと。でもここのアドバイザーとして再建を成功させたじゃないですか。その手腕を見込んでいるんです。そんな。お願いします、整いやりさんと一緒にサウナ作りしたいんです。そう言われても、私はもうサウナ作りはゴリゴリなんだ。また大きなお仕事が入ってきちゃいましたね。結局こうなるのか。今回の件でライターを続けていく決心がついた。